ということですね。今日の話は、まあ、ちょいちょい触れてきたこともあるんですけれども、そんなにね、ちょっと深掘りしてなかった、そういった話です。何かっていうと、今年、もうちょっと具体的に言うと、今年の4月以降、特に企業の倒産ってのが増えるんじゃなかろうかと。これ去年よりもね、今年の方が増えるんじゃなかろうかと。そういった話です。前にね、飲食業単独についてちょっと動画作ったんですけれども、今日の話っていうのはですね、別に飲食業に限らない。むしろね、ちょっと別の業種の会社たちの話です。でですね、先にちょっと言ってしまうと、意外にですね、まあ、後でちょっとお見せしますけれども、去年っていうのはですね、実は倒産件数で見るとそんなに多くなかったんですよ。びっくりな話でしょ？そんなわけないじゃないかって。でもね、実際後でちょっとグラフとかお見せしますけれども、そうなってるんですよ。実は去年2020年っていうのはコロナ元年。まあコロナの年ですよね。そしてその前の年、2019年。これはコロナの年じゃないですよね。でも2019年と2020年と比べると、なんとですよ。2020年の方が倒産件数ってね、2019年よりも少ないんですよ。そんなバカなってもんじゃないですか。今日はですね、その辺の理由。そしてなぜ今年、2021年が一番ね、倒産件数が多くなるんじゃないかっていうね、そういった理由を説明していこうと思います。じゃあまず最初はですね、この記事からです。コロナ関連倒産は2021年が本番。ワクチン5輪開催でも油断できない。経済や人々の暮らしがコロナ禍で大きく変容した2020年が終わり、新しい年がスタートした。2020年は多くの企業が苦境に立たされたものの、政府の各種給付金や助成金に加え、実質無利子無担保の融資と借入金の返済猶予といった資金繰り支援策が功を奏し、倒産件数は前年比を下回ってるっていうことで、これもちろんですね、飲食業とかに限ると、飲食店や宿泊業、こういうのに限るとですね、まあ、だからいわゆるサービス業ですよね。去年の2020年っていうのはこれ倒産件数、やっぱ最悪だったんですよ。でもそういった業種に限ると。ただですよ、これ今あったように、いろいろなね、まあ、いろんなところが調べて倒産件数とか出してるじゃないですか。そういうの見るとですね、軒並み去年っていうのはですね、実は2019年と2020年を比べると、2020年の方が倒産件数が少なかったんですよ。これちょっとお見せしてきますね。まずはこれ、東京商工リサーチのです。まあ、多分ね、これ東京商工リサーチなんで、負債総額1000万円以上の倒産だと思うんですけれども、これ見てください。2019年と2020年でね、これ月別ですかね、並べてありますよね。なんとなくね、こう見ると、確かにこう、2020年の方が少ない感じがしますよね。でもですよ、じゃあこれ、倒産はこうだけれども、倒産以上にもっと多い自主廃業。だから倒産っていうのはですね、もう借金抱えて、借金返しません、すいませんって辞めるのが倒産じゃないですか。でも自主廃業って言うと、借金返せないまでいかないけれども、もうお金ないから辞めますって言ってね、辞めるのが自主廃業ですよね。そういった自主廃業についてはこれ、帝国データバンクの数字を使って、時事 .com がこういうふうに報じてますね。2020年1月から11月に全国で、休廃業解散が判明した企業、括弧、全国、全業種、個人事業主を含む。これは 51,754 件だったと。で、前年に続き11月時点で5万件を超え、倒産件数の7倍超の規模で推移している。やっぱり倒産に比べてね、休廃業の方が7倍多いと。で、2020年の休廃業解散は、総じて減少ペースで推移しており、減少してると。年間では2年ぶりに前年を下回る見込み。なんとですね、直近数年ってのはずっとね、こういった自主廃業ってのは増えてたのに、去年に限っては2年ぶりに前年を下回ると。だから5万件以上あるんですけれども、2019年と2020年比べると、2020年っていうのは自主廃業も、倒産だけじゃなくて、自主廃業も減ってるんですよね、これ。具体的に言うと、こんな感じです、これ。グラフ見てください、これ。本当に減ってますよね。このグラフ見ると、2019年が59,000件。59,000件ぐらいあった自主廃業が、これ、去年だと一気に減って、なんか、一気に減ってますよね。もう2016年以降で見ると、あ、このグラフはですね、2016年からガンと上がってますけれども、2016年からですね、数える基準を変えたんで、まあ、だからですね、2015年以前というのは気にしないでください。2016年以降で比べてみてください。で、2016年以降で見ると、まあ、圧倒的にですね、去年の2020年が企業の休廃業、これが一番減ってますよね。51,754 件と、前年と比べると 5.2% 減ってると、そんなバカなって話ですよね。圧倒的に去年がね、コロナ元年で一番景気が悪いはずじゃないですか。でもこういうの減ってるんですよね。じゃあこれ実は大丈夫じゃんって思うかもしれないですけれども、さっきもちょっと読みましたけれどもね、そこにはやっぱり理由があると。どう考えてもね、どう考えても見てる感じで、自分たちは感じてる感じでも、まあ理屈で考えても体感で感じてもね、どう考えても2020年っていうのをね、まあコロナ元年って僕は呼んでるんですけれども、コロナ元年は、企業にとってね、景気が良かった年なわけがないですから。なのにね、倒産とか休廃業がこれ減ってるっていう。もちろんそこにはね、理由があったわけですよ。さっきちょっと読みましたけれどもね、すでに。これがですね、東京商工リサーチ。この人はね、たまにこう、いろいろ喋ってくれる人なんですけれども、僕の動画の中でもね、何回かね、紹介したことある人なんですけれども、東京商工リサーチの友田信夫さん。
常務取締役情報本部長らしいですね。偉い人だと。この方がですね、こういった理由を喋ってくれていて、なぜ倒産件数がね、コロナ不況にもかかわらず少ないのか。これですけれども、コロナ対策の融資は返済が最長5年猶予されることになっていますが、金融機関への聞き取りによると、実際1年から2年というケースが多いようです。まあだから今不況だからってことで、こう返済を猶予してもらって、ただそれがね、そんなに長いこと猶予してもらうかっていうとね、1年か2年だと。だから去年猶予してもらった人ってのは、今年か来年には、その返済ってのをまた始めなきゃいけないと。まあ猶予してもらっただけですからね。で、これは2020年に融資を受けた企業の多くが、21年から22年にかけて返済を迫られるということを意味します。今は借入金を増やして何とか経営を維持していても、すでに過剰債務になっている企業は返済の目処が立たず、倒産が続出する可能性もある。ということで、まだ借り出たお金をね、借り出たお金をコロナ不況ってことでね、返済期限を猶予してもらった企業とか、あとね、コロナっていうことでお金がね、今企業すごい借りやすくなってるんですよね。そういったことで、本当だったらね、借りれなかったような企業、コロナ前とかでもね、そんなに業績が良くなくて、借りることができなかったような企業、こういったところでもね、コロナ禍で去年借りれてるんですよね、お金ってのを。まあそういった証拠にね、今、日本の融資残高、日本の銀行が会社に貸してるお金っていうのがですね、過去最高になってるんですよ。だから間違いなく企業っていうのはお金を借りてるってことなんですけれども、ただそういったことでね、ちょっと延命してる、猶予をもらってる企業っていうのも、返済期限が今年か来年には来ると。そしてそういったところでね、返せなくなって潰れるところがいっぱい出るんじゃないかと。これで納得なんですよね。だから本来だったらコロナで潰れてたところってのももちろん延命してますし、まあこれはもちろんじゃないですか。でもね、ちょっと面白いのが、まあ面白いって言っちゃいけないですけれどもね、興味深いのが、本来だったらね、これコロナがなくても潰れてた企業ってあるはずなんですよ。2020年度中に。それも今回のね、コロナによる支援策で延命しちゃってるってことなんですよ。なんでかっていうと、2019年とね、もっと言うと2016年以降、2016年以降から2019年にかけての倒産件数、ここと比べて2020年ってのは去年だいぶ減ってましたよね。だからここ5年間で2020年ってのが一番倒産件数が少なかったってことはイコールですよ。コロナ不況で潰れてただろう会社ってのを救っただけじゃなくて、本来だったらね、2020年度中にコロナがなくても潰れていただろう会社、こういったのも救っちゃってるんですよ。っていうことでね、これが2020年コロナ元年でコロナ不況なんですけれども、なんと2016年以降一番倒産が少なかったってことになってるんですよ。まあこれは数字から見てもね、間違いないと思うんですけれども、だからそういった会社ってのはね、今年か来年あたりに潰れてしまうと。だからね、今年の2021年、そして来年の2022年ってのは、本来だったらね、2020年にコロナがなくても潰れるはずだった会社ってのがね、遅れて潰れるってことなんですよ。だからちょっとね、普段よりも上乗せされるんですよ。だから2021年、2022年ってのは、普通だったら潰れる会社、そして本当だったら2020年度中にコロナがなくても潰れるはずだった会社、そしてさらに2020年度中にコロナ不況で潰れていただろう会社、これってのも上乗せされるんですよ。だからね、今年と来年ってのはとんでもない数の会社が潰れるってことはね、ほぼね間違いないと思うんですよ。そしてですよ、もうちょっと細かく言うと、もしかしたらですね、今年の2月以降、それか4月以降、ここで倒産ってのはね急増するかもしれません。その理由なんですけれども、これもまあ簡単なんですけれどもね、なぜかっていうと、まあね、いろいろな支援金がありますけれども、やっぱね、主だったところで言うと持続化給付金とか、家賃支援給付金、こういったところがね、1月で終わると。で、他にも、雇用調整補助金、これもですね、3月に終わると。だからこういったね、個人とか会社に対する支援金っていうのが、この辺で終わっちゃうわけですよ。そういったタイミングでね、もう無理だと思って、倒産とか、あと自主廃業、こういった会社がね、急に増えるかもしれません。っていうことで、1月で終わる支援金がある。だから2月から倒産とか増えるかもしれない。あと3月で終わる雇用調整助成金、3月で終わるんで4月から増えるかもしれませんよね、辞めるところが。ということですね、こういったコロナ禍の企業支援策っていうのがですね、まあ今喋っただけじゃなくてね、いろいろあるんですけれども、こういった多くがですね、春までで終了するものが多いと。とりあえずですね、今のところ延長するって話は出てないんですよね。だからこういった春以降にですね、まあ特に小売店とか、あと百貨店なんかを中心に倒産件数がね、増える恐れがあると言われています。さらにですね、この辺具体的にね、こういうふうに話してくれてます。これもですね、東京商工リサーチの友田部長です。何しろこれまで百貨店を支えてきたのはインバウンドと富裕層です。コロナ禍でインバウンドが蒸発し、富裕層の買い控えが続く状況では回復の見通しが立たない。大都市圏では多少富裕層の消費に回復の兆しが見えているものの、人口減少で地盤沈下が進んでいるところにコロナが直撃した地方は厳しい環境が続きそうです。で、前にもちょっとこれ言いましたけれども、2020年、去年は山形のローカルデパートの大沼、ここが破産して、あと徳島ではね、そごうが閉店しました。で、こういったことで、何でもですね、今全国で山形と徳島、ここの2つの県ってのが唯一百貨店がない空白県になってるんだそうです。
そして2021年ってのは、まあ、さっきも言ったようにね、他にもね、どんどんデパートとか倒産するんじゃなかろうかと、そういったことでね、こういった空白権、これが増えるんじゃないかっていうふうに言ってますね。あと他にもですね、上場企業の財務指標、これ多分上場企業だと思うんですけれども、そういったのを見るとですね、連続赤字や売上の著しい減少で事業継続に問題が生じた場合に財務諸表に注記が義務付けられるんですって。どういうふうに書いてあるかっていうと、継続前提に関する注記とか重要事象ってね、そういった注記をね、財務諸表に入れなきゃいけないんですって。まあ多分上場企業のルールなんでしょうね。で今ですね、そういった注記が入ってる企業っていうのが増えてるんだそうです。だからちょっと危険信号というかね。そして僕の動画でも何度か言ってますけれども、2020年には早期希望退職者を募集した企業っていうのが上場企業だけでも90社を超えていたと。これっていうのはリーマンショック直後の2009年に次ぐ水準だそうです。そしてすでに今年、まだ始まったばっかりですけれどもね、今年人員削減を計画する企業っていうのももうすでに15社出ていると。これ多分ね、これも上場企業だと思うんですよ。だから大企業でそうですからね、大企業の方が普通はね、倒産する確率とか体力っていうのはあるはずですから。ってことはね、中小企業はね、もっと辛い状況っていう。ということでね、大体理屈で言うとこんなところなんですけれども、これね、他の記事にもね、こういうふうに書いてありました。まあ、同じようなことなんですけれども、これはね、倒産じゃなくて、休廃業について書いてありましたね。2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大、緊急事態宣言の発令などで、国内外の経済活動が急激に収縮した。特に飲食店や宿泊業など、サービス業では、経営環境が極度に悪化したため、当初はこうした事業者を中心に、廃業などの淘汰が加速度的に進むと考えられていた。まあ、当初は考えられていたと。ただ、しかし、持続化給付金事業や GoTo 事業といった政府による経済対策、特例融資や弁済リスケジュールの柔軟な運用など、金融機関による手厚い支援が中小企業の経営を強力に下支えしている。だから下支えしているのはいいことなんですよね、もちろん。ただ、そのため、企業の景況感は依然低調であるものの、事業を自主的に畳む企業の休廃業、解散については、倒産と同様発生が大きく抑制されたって言ってますね。まあ、さっきとね、同じ理屈ですよね。倒産も休廃業もこういったことでね、まあ、国が支援してるから特別にね、なんとかなってると。で、むしろ2020年っていうのはね、2019年よりも倒産とか休廃業っていうのが減ったと。ミラクルですね。まあ、ちょっともちろんね、これ、無理くりやってるんで、無理くり延命してるんで、いいこととは一概には言えないんですけれどもね。あとですね、これちょっとついでに、業種別に見るとこんな感じなんですよ、これ。これ見てください。このグラフっていうのはですね、これ、休廃業した件数の業種別です。だから例えばですね、これ一番上の建設業、これ見ると、2019年に休廃業した件数、これはですね、6869件ね。まあ会社がなくなってたと。ただこれ去年で見ると、本当はコロナ不況で増えるはずっていうのが、4% 少なくなってるんですよ。わかりますかこれ。会社の減る数っていうのが 4% 減ってるってことですから、普通に考えたらいいことなんですよ。なくなる会社が少なくなってるってことですから。そういったこともあって、2019年6869件だったものが、2020年では6595件と、亡くなる会社の数が減ってるんですよ。まあ、救済されてるってことなんですよ。で、これで見ていくと、業種別に、ほとんどの業種、まあ、だからその他を除いて7業種中6業種ってのが、会社が亡くなる件数ってのが減ってるんですよ。救済されてるなと。まあ、だからね、2019年ってのはコロナなかったわけでしょ。そのね、コロナなかった平常時の2019年。この時と比べても2020年ってのは、亡くなる会社の数ってのが減ってるんで、ちょっと救済しすぎなんですよね、逆に言うとね、これ。わかりますよね。ただね、そういった救済策でも、唯一ね、亡くなる会社の件数が多かったっていうのが、運輸通信業ってなってますね。これはですね、この運輸通信業ってのは具体的に言うと、一番ダメージを食らってるところっていうのがですね、例えば観光バス事業者、こういったところがね、めちゃくちゃ潰れたと。そういったこともあって、他の業種ではね、コロナ支援策でむしろね、2019年よりも倒産する、まあ、亡くなる会社の数っていうのが減ってるにもかかわらず、運輸通信業、で、特に観光バス事業者、こういったところがすごい潰れたと。まあ、こういう感じになってます。だからね、運輸通信事業に限っては違うんですけれども、でもトータルで見るとね、おかしなことに、2020年ってのは2019年よりも会社が潰れてないってことなんですよね。だからもちろんね、こんな不自然なことが起きるっていうのは国の支援策。ひとえにこれに尽きるんですよね。そして問題なのはですよ、それってのはいつまでも続かないと。さっきも言いましたけれども、持続化給付金と家賃支援ってのは1月に終わりますし、雇用調整助成金、これは3月に終わると、今のところでしたよね。だからね、ちょっとこれ言い換えるとですけれども、ちょっと言い方悪いかもしれませんけれども、わかりやすく言うと。2020年というのは国の支援金で、新型コロナに困ってる企業ってのは本当に助かったんですけれども、それ以上に本当だったら潰れてる企業ってのも救っちゃってるんですよね。まあだからいわゆるゾンビ企業、これが増えてるわけですよ。もうすでに死んでるけれども、なんとかね、生き延びてるっていう。そして去年ね、そういった企業が生き延びた分、
今年と来年でそういったゾンビ企業、まあゾンビが土に帰っていく、そういったことになるってことなんですよ。だから今年と来年ってのはね、通常以上に潰れる会社の件数ってのはね、増えるんじゃなかろうかと。まあ間違いないと思うんですけれどもね、国が支援策ってのを延長しなければ。まあ国としてもですね、当たり前ですけれども、いつまでもこういったね、支援金とか出すわけにいかないですからね。まあ国の考えとしてはあくまでね、とりあえずコロナっていうね、イレギュラーなことが起こったんで、支援金は出すと。ただその支援金を出してなんとかなってる間に、ウィズコロナ、もしくはね、アフターコロナ、そういったところでもね、やっていけるような、黒字を出していけるようなやり方に、会社を、ビジネスを変えていきなさいってことなんですよね。もちろんそうは言ってもね、そんな簡単にできる業種ってね、たくさんはないわけですよね。だからもちろんこれね、ウィズコロナとかアフターコロナに対応できなくて、消えていく会社ってのはね、絶対たくさんあるはずなんですよ。もちろんそれはね。でもそうは言ってもね、一生国が面倒見るわけにはいかないですからね、しょうがないことなんですよね、ちょっとね、これはね。うん。まあビジネスは自己責任っていうかね、やっぱりね、こうビジネスって一番ね、運の要素が大きいというか、まあそういったところをね、今回のコロナっていうのは一番ちょっと思い知らされたっていうかね、そういった状況だと思うんですよ。ただまあそれはね、ちょっと僕もビジネスやってたから思うんですけれども、まあビジネス企業って言ったらね、やっぱリスクリターンですから、まあしょうがないといえばしょうがないんですけれどもね、まあそうは言ってもね、こう自分ごとに考えると、本当にちょっと胃が痛くなってくるぐらいのことですけれどもね。あとですね、僕ちょっと注目してる指標の一つ、これなんですよ、これ。見てください、これ。これもね、東京商工リサーチさんですね。これがですね、2020年の後継者難、倒産件数。まあ、だから後継者がいないんで潰す会社ってことですね。これはね、見てもらった通り、ちょっと逆になってるんですよね。さっきまでは、こう、新型コロナの支援策があったんで、むしろ2019年よりも、というか2016年以降、2020年ってのはね、コロナ不況にもかかわらず、一番会社が潰れてないっていうね、おかしなことが起こってたじゃないですか。でもこれ見るとこんな感じでね、やっぱり2020年が一番ね、なくなってますよね、会社って。でですね、じゃあなぜ2020年ってのはこんなにね、後継者がいなかったのかっていうと、もちろんこれね、どっかの会社とか誰かにね、ある会社を引き継がすときっていうのは、もちろんこれ、中の情報とか全部ね、明らかにして、引き継ぎますか、引き継ぎませんかって話になるわけじゃないですか。で、そのね、会社を引き継ぐかもしれない人っていうのはね、今の状況を加味して、だからコロナ禍ですよ。この状況を加味した上で、この会社ってのはね、ウィズコロナ、アフターコロナでも存続できるのか、黒字が出していけるのかってことを考えるわけじゃないですか。で、その結果2020年ってのはね、無理だって考えた人が多かったってことだと思うんですよ。そこにはね、支援金を考慮に入れて考えるわけじゃないじゃないですか。支援金なくても今後やっていけるかやっていけないか、これを考えた結果がこの数字だと思うんですよね。だからこのね、後継者難の倒産件数っていうのが2020年一番多くなってるっていうのは、これからね、潰れていく会社がどんどん出てくる。そういったことをね、先行して物語ってるんだと僕は思ってるんですよ。だから中の人が黒字にするのは無理だと思ったから、引き継ぐ人がいなかったと。だからやっぱ先行してますよね。はい、ということですね。今日話したかった話っていうのはここまでです。でですね、ちょっとおまけというかついでに話したいのが、さっきね、日本の銀行の、まあ、銀行がお金貸してますからね、日本の銀行の融資残高が過去最高になってるって話したじゃないですか。これってのはもちろんね、日本だけじゃないわけですよ。もういろんな国がですよ、まあ当たり前なんですけれども、いろんな国の銀行が融資残高過去最高になってるんですよ。過去最高に企業にお金を貸してると。ということですよ、今日話した話っていうのはもちろんですけれども、日本だけに起こることじゃないんですよ。今世界ではゾンビ企業がね、どん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 発生してるってことなんですよ。そして日本と同じく、いつまでも支援を続けるわけにはいかないんで、そうするとやっぱり今年か来年には、もう近年ではね、一番会社が倒産するってことになると思うんですよ。僕はそういうふうに思ってます。あとですね、今日話したニュースに付けられてたコメントとかでちょっと気になったのが、まあコロナだけでこう企業は苦しくなったみたいに言われてるけれども、これ消費税とかで苦しくなったのを政府はうまい具合にこう忘れさせてコロナのせいにしてるってね、そういったツッコミも入ってましたね。ちょっと面白いなと。あと日本って言うと人口減なんで、そういった意味でも企業ってのは普通苦しいでしょというふうに書いてありましたね。なるほどと。はい、今日はこんなところでございます。バイバイ。ちょっと今年と来年がね、やばいですね。うん。